I think you will understand. Tomorrow I will miss you. All my loving to you. Send all my loving to you. Kiss FM がお送りしているバンデーズ What's Going On 大人の力、今回はですね、今ね、10代20代の人があまり恋愛しないそうなんです。ということで、これはね、まあ、社会問題として今考えていいのかどうか分かんないんですけどね、専門家の方にお話を伺いました。神戸結婚相談所凛の門倉時恵先生です。よろしくお願いします。今ね、若者、はい、恋愛しないんだそうです。そうですね、かなり怒ってらっしゃるというか、熟知ちゃる思いが、怒ってはいないんですけれども、やはりご自身のことですから。でも私たちはその恋愛とか結婚とかは望みますよね、はい、親としては。はい、で、今相談乗ってらっしゃるでしょ。ええ、まあ、相談乗ってらっしゃる方もこれ見ると思うので、はい、どんなことを思って相談乗ってらっしゃるんですか。愛してらっしゃると思いますけど、その人たちのことね。もちろんもちろん、はいもう、その子たちが少しでも、はい、少しでもなんか喜びを覚えられるようなことにつながればと思いますね。はい、どんなことを相談されてるんですか。その僕、そのリアルにそういう人たちの、ね、私たちは結婚相談所ですから、はい、やはりこう結婚につながるように、はい、実は結婚したいんです、はい、って言われるから、あ、それはもうあなた次第ですねっていう話から始まるんですけどね。はい、恋愛をスキップして結婚するの難しいような気するんですけど。それはね、うん、それは多分ね、結婚相談所に来たら結婚できると思ってらっしゃる方も多いと思うんですね。はい、だから私たちはその恋愛状況を聞かなければいけないんですね。どういうふうにね、過去はどうでしたかみたいなことを聞かなきゃいけないんです。はい、うん、でもその中で結婚のために役立てるのはこれから作っていかないといけないんですね。で、結婚相談所ってでもきっかけ作りですよね。まあ、そこからね、うん、まあ、取り組みましょうって感じですね。で、そこから本人の自助努力ないと。当然です、当然です。やっぱこう臆病になってるんですか、人が。いや、自信がないんでしょうね。ああ、男の子、男の子は特に。そうですか。ですね。どんなことを言ってるん。まあ、一番の理由は、はい、収入ですね。あ、それはね、もう思いますけどね。だって家族いたらやっぱ お金いると思うもん。そうですね。でも、うん、家族っていうのは男性だけの責任じゃないんですよね。うん、あ、それはね。はい、うん、だからやはりこう、その例えば奥様になられる方を愛することによって、うん、その責任は共有できるんですね。うん、だからそういうことを考えて、まず人を愛することをちょっとトレーニングする、うん、あ、愛することをトレーニングする。だからその方の好きなところを見つけ、はい、自分が彼女のことなら彼女のことを好きだなと思えるようなところを見つけるってことも大事ですね。それって大事ですよね。うん、人ってこう、まあ、いろんな要素を持ってる複雑な。そうです、ものですからね。うん、だからこう結婚してない方で結構ネガティブワードが多かったりするんですけど、はい、まあ、ネガティブワードはまあちょっと置いといて、はい、まあ、ポジティブに、はい、いいところを見つけて、はい、でいいところをもっともっと発展するように、はい、お互いに育ちながら、はいはい、女子はどうですか。女子はね、やっぱりやはり結婚するために、はい、まあ、最初はやはり理想が高いんですけども、はい、理想高い、理想高いんですけど、ちょっと下げようか。はい、でもだんだんこう、なんていうのかな、活動してるうちに、いくうちに、はい、この理想じゃなくて現実が見えてくるようになるんです。はい、で、女って現実的ですもんね。そうです、そうです。それで自分の力、あなたは素晴らしい力を持ってるから大丈夫って、あなたならできるって、うん、はい、私たちもこういろいろこう手ほどきはするんですね。はい、女性は聞いてくれます。そうですか。はい、このビデオの方はね、はい、ラジオと違って、ま、全国見たいところではどこでも見れますので、うん、で残りますのでね、はい、ちょっとこのビデオにもメッセージをカメラ目線でちょっと。そうですね、はい、結婚もできないと思ってる男性の方、結婚はできますよ。
自分の自助努力はもう何よりも心強い自分の味方ですから、はい、自分を信じて、はい、まあ町普通の生活の中にないなら結婚相談所っていうのもありますから、はい、結婚相談所に入れば、はい、あの仲人さんがあなたのために一緒に泣いたり笑ったりできますから、はい、一人で苦しまないで一緒にやっていったらどうかなと思います。はい、はい、みんな頑張ろうぜ、うん、一緒にやりましょう。はい、門倉先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。Tomorrow I will miss you. All my loving to you. Send all my loving to you. Heart, heart, gift for 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 you. My everything, oh my love, I will send to you.